まず今回の再編の主な理由なんですけれども、まあ、常々ですね、まあ、特に福祉分野においてきめ細やかなその住民サービスが提供できる組織体制になっているかということについてですね、少し考えるところがありまして、まあ、今回、市長の任期ということを考えても、まあ、残り半年ということになっています。その際にやはりですね、このあと5年あるいはその10年先にもこのむつ市役所が市民の皆様のニーズに沿ってですね、機能していく、やはり体制を整えることが自分の責任であろうということで判断をいたしまして、今回このような形での再編になったということが一番大きな理由です。でそして、まあ、これに対する期待でありますけれども、特に福祉分野に関していきますと、まあ、全世代応援市役所へということでコンセプトを出させていただきました。まさにですね、一人一人の笑顔輝く希望の街ということが今テーマになっておりますので、ゆりかごから、まあ、墓場までという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけれども、皆さんがこうむつ市に生まれてよかった、育ってよかった、そして暮らしてよかったというように思ってもらえるような、まあ、そういう市役所であってほしいというふうにこう期待をしています。10年がかりといえどですね、地熱開発の方がこれから本格化してきます。で今まあ、皆さんご案内の通り、周辺の村とですね、で周辺の村とか隣の風間浦村あるいは下風呂温泉と、まあ、調整をしているところではありますけれども、中部電力様と、まあ、昨年協定を結んで共同開発しようという流れになっていますし、まあ、これをですねしっかりとした形で、地域にふさわしい電力として仕上げていくということは、これはですね、まあ、我々のむつ市にとって非常に大きな課題であり、逆に言うと業務量がものすごく増えてくるということが一つあります。でもう一つは、今話がある中では風力発電がやはり下北丘陵、風がいいですので、そういったところでですね進んでくるという話もありますし、まあ、そういうことがそれぞれ個別で話があって、それぞれ個別でやるということじゃなくてですね、やはり地域としてエネルギーというものをどういうふうにこう考えるんだと、そしてそれを将来にわたってその子どもたちの世代あるいは孫の世代にですね、どうやって引き継いでいくのかということをやはり考えるタイミングに来ているのではないかなというふうなことをこう感じておりまして、まあ、常々感じておりまして、まあ今回まあ、昨年その中部電力様とその連携協定を結んだということもありますので、まあ、今年からですね、そういう再生可能エネルギーというものについてやっぱり先進都市としてエネルギーベストミックスをこう考えるようなですね、そういうところにまでこう我々の中で考えていきながら国に政策提言できるようなことまでしっかりやっていきたいなというふうな思いを込めて、まあ、今回新たにカオス創設をさせていただきました。まあ言ってみればですね、部を創設、ちょっとまあ後でつけておいてほしいんですけど、部を創設したりこう課が増えたりすると、結構その市民の皆様の中からですね、またやっぱお金かかるんじゃないかとか、そういう懸念が結構あると思うんですが、そういうところにもこう気を配ってますよっていうことを最終的に言いたくて、で実際のその減ってるのは人数が減ってるっていうのです。退職者50人で人員を削減した分だというふうに理解していただければ結構です。地域、協力隊との違いは、まあ、地域協力隊はですね、どちらかというとそのテーマを決めずにですね、募集するで来た人たち何でもいいよっていうパターンだと思うんですが、今回の場合は、やっていただきたいことをこう限定して募集するという意味で、そこは違う制度になっていることが言えると思います。まず一つはですね、大型の風力に関してはこれ規制があるんですけど、小型の風力に関しては全く規制がないんです。ところがそういう需要というのがすごく高まっているので、まあ、そうしたことのですね、市独自の規制だとかそういうことも考えていかないといけない、規制というよりはどうやって進めるかというようなことも考えていかないといけないですし、まあ、そうした中でその事業者が予見可能性が高まってですね、開発が進む、あるいはその我々もその一定の歯止めが必要だと思えば、やっぱそれはこうちょっとコントロールしていくということが必要になってくるのかなと思います。まあ、仕事が増えるかどうかはまた別で、今までやってた仕事の中でスクラップしてですね、また新しい仕事をするということ
スクラップ&ビルドはその組織再編の基本ですから、まあ、そういうことをしっかりやっていただいて、新しい事業、それから今回にある事業を極めてですね、これから再構築していく作業になると思います。はい、ありがとうございました。以上で定例記者会見を終了いたします。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。